本当に俺が家督を継いでよかったのだろうか。やむを得んだろう。いいも悪いもこうしなければ収まるものも収まらんのだからな。俺はいずれ魂の器となる。結局は問題を先送りしているだけではないのか。少しの間橋渡し役になるとでも考えればいいじゃないか。なに、時期が来たら由緒正しき誰かさんにでも譲ってやればいいのさ。ウィンフィールド、悪いが俺はあなたほど楽観的には考えられない。堅物なところはレオ以上だな。ほんと誰に似たんだこいつ。あなたじゃないことだけは確かね。ラディス、ウィンフィールドほどいい加減になりなさいとは言わないけど、もう少し肩の力を抜いたらどう？俺は父がそうであったように自分の使命を果たしたいだけなんだ。この大陸を覆う闇の力を感じます。慌てずとも使命を果たす時は来ます。それはすぐそこにまでやってきているのですから。覚えておきなさい。あなたの進む先にしかあなたの道はないこと。そしてその道はあなた自身の手で切り開かなければならないこと。ラディウス、故障がかかっている。すぐに向かえ。わかった、話はまた後で。何かあったのか。タンナス山地に反乱軍が集結している。おそらくこれを撃てということだ。急な話ね。この前まで正当な血筋にない者が家督を継ぐことは認めないって散々文句を言ってたのに。なのに自分たちの尻拭いを人様にさせようってのは感心できないな。どうも雲行きが怪しいの。それって予知じゃないわよね。予知とは違うもん。それに近い感覚じゃ。タンナス山地はモーリス家の領地じゃったな。重税なことでは有名なあのモーリス家の領地ってんじゃ反乱が起きても仕方ないよな。じゃが愚か者ではない。さらにもまして敵が多いゆえに用心深い。にもかかわらず反乱軍を簡単に立たせるというのはどうも下せぬ。内乱で手が回らなかったとはいえタイミングが良すぎる。家人にはいつでもここを立つことができるよう準備をさせておいた方が良いじゃろう。そうね。以上がこれまでに報告された内容だ。何か質問はあるかな。いえ。ならば即刻任に当たっていただきたい。私の領地内の不始末、本来ならば私が討伐に赴かではならぬのだが、国境付近も騒がしくてな。承知しております。寄せ集めの軍などギリアム殿の手を煩わせるまでもありません。その言葉頼もしい限りよろしく頼みましたぞ。それでは失礼いたします。なぜ今この時期にラディフォール殿を討伐に向かわせるのか、
私は納得したわけではありませんぞ。そうは言われても、国境に配した兵を動かせぬのは事実だが、他にも適任者はいたはずだ。この件についてはすでに決定したことではありませんか。それを蒸し返すのはいかがなものですかな。それにラディフォールドのご本人が納得し了承したこと、私には何も問題はないように思いますが。もうよろしいですかな。他になければ我々も政務に戻りましょう。ラディウス、聞いたぞ。反乱軍の討伐に行くそうだが、なぜ引き受けたんだ。王から直々の頼みだと言われれば断れまい。今がどういう時なのか分かっているのか。分かっているさ。分かっているからこそ断れないのだろう。ラディウス、無理はするな。反乱軍の規模はたかが知れている。すぐに討ち取って帰ってくる。それよりもバレリア、今は国が二分している時、くれぐれも頼んだぞ。それこそ言われなくても分かっている。そうだったな。それじゃ行ってくる。ああ。討伐隊が派遣されてくるとは。何だと。あれはビュッセル家の旗印じゃないか。伝令を、伝令だ。こんな場所でビュッセル家を相手に戦えるか。一度引くぞ。おお、ただの寄せ集めというわけでもないか。ジャム、これで戦意を失わないというのはちと厄介じゃ。どうするんだ。ここからは徒歩で行くしかないぞ。戦う姿勢を崩さぬならば仕方がない。俺に下されたのは反乱軍の討伐だ。敵の懐に飛び込むことになる。兵には注意を徹底させておこう。あの御仁もよくやるというか、真面目だね。あなたが不真面目すぎるんでしょ。でもそうね、本当よくやってくれてるわ。気持ち悪いくらいにな。記憶をなくして行くあてもないっていうし、命の恩人と思えばのことでしょ。別段記憶をなくしたふりをしている様子はない。敵に回せば厄介だ。味方にすれば心強い。まあ、記憶が戻るまでは当てにさせてもらいますか。地の利を頼み山中に引き込んだのは悪くない。だが、戦力を分散させすぎだ。おとなしく投降しろ。その上で言い分があれば聞こう。たとえ火がこちらにあったとしても、武を持って我を通そうとすれば、それは間違いなく悪だ。ここまでさせておいた側が言うか。ならば問う。なぜ貴様らはあのように悪辣な領主を野放しにしている。言い分を聞くというが、俺たちがこうして立ったことこそが民の声であるとなぜわからぬ。
まずあの悪漢を処分した上で話し合おうというのが筋であろう。それでことが済めばそうもしよう。しかしそれで根本が解決するのか、それは単にお前たちの気を晴らすだけに過ぎない。口では何と言っても所詮は貴族、奴らの仲間ってことか。だったらまずは貴様からだ。お待ちなさい。ビュッセル家の兵よ、まともに戦ってあなたたちに勝ち目があるわけないでしょう。それよりもあなたが隊長さん。私はラディフォール・フォン・ビュッセル。あなたのような女性がなぜ反乱軍などにいるのですか？それって私のことを気遣ってくれているのかしら。気遣ってもらえるのは嬉しいけど、お気遣いなく。私はシェルファニール、彼らの相談役といったところかしら。ならば彼らを説得してほしい。戦いとなればこちらも手を抜くわけにはいかない。そうでしょうね。でもね、彼らにも戦わなければならない理由があるのよ。知ってる？あの内乱のせいでこれまで五部だった税が七部の税に上がったことを。なんだって？租税は通常は最大でも三部、非常時に限り五部と決まっている。それも期間を設けて行うと決められているはずだ。欧米ではね。けれどそれぞれの領地で何をしているかなんて真剣に調べたりはしないでしょ。しかし領主には報告する義務があり、虚偽の報告をすればそれは大罪となる。それでも虚偽の報告をするなど。バレなければいいんでしょ。今の王は幼く、事実上貴族が国政を取り仕切っているじゃない。仲間内で隠し事をするなんて簡単でしょ。それはだが。だから見逃してくれない？それはできない。それとこれとでは話が別だ。反乱を見逃せばそれに続く者が必ず現れる。戦となれば犠牲になるのは罪もない民たちだ。それだけは絶対に避けねばならない。俺が間を取り持つ。話し合いの場を用意すると約束しよう。だからここは武器を置いてくれ。そうは言われても一度振り上げた手を下ろすのは案外難しいものよ。どうあっても戦うというのか。無用な血を流すのはお互い望まないことでしょ。だから代表戦というのはどう？困った時の対象頼みってやつか。まったく懐かしい響きだね。いいだろう。こちらが勝った時には素直に剣を置いてもらう。私どもが勝ちましたら、そうね、こちらに手を貸してもらおうかしら。ちょっと何よそれ。全然割に合わないじゃない。いや、その条件でいい。その代わり約束は必ず守ってもらおう。あなたもね。もちろんだ。デュッセル家と父レオンハルトの名にかけて誓おう。ラディウス、なんで勝手なことばかり。勝手なことだとは重々承知している。だがこれ以上の方法が思い浮かばない。それに父の名を出した以上後には引けない。もう好きにすればいいでしょ。それじゃシェルファニールちゃんのお手並み拝見といきますか。
諦めな感じ。いよいよ。約束だ。武器を捨て投降してもらう。その女が勝手にしたこと、俺はそんな約束をした覚えはない。ここまで定石通りとはむしろ気持ちのいいくらいだな。あなたたち、みっともないことはおやめなさい。偉そうに抜かすな。よそ者のくせに俺たちの問題に首を突っ込むな。だったら好きにするといいわ。けれどあなたの腕じゃ一言も打ち合わずに切り捨てられるわよ。それでもいいなら止めないから。あなたたちもよく聞きなさい。こっちはただの寄せ集め。本気になった軍相手に勝てると思っていたの？話を聞くと言ってくれているわけだし、ダメでもともとだったのなら少しでも部のいい方にかけなさいな。私どもを自分の家にかくまってくれるということですし、悪い話じゃないでしょ。え、何それ、誰もそんなこと言ってないわよ。ただでさえ微妙な立場なのに、そんなことしたら私たちが目をつけられるじゃない。いいだろう。その代わり武装解除はしてもらう。当然そのつもりよ。なんでそんな大事なことを勝手に決めるのよ。もう信じられない。エリスよ、お主の嘆きもわからぬではない。ここはラディウスに利がある。冷静に考えるんだ。捕虜にしたとはいえ、このまま反乱軍を引き連れてグルグンドへ向かうわけにはいかないだろう。自分たちの命を狙った相手が近くに、それも退去していたんじゃ気持ちのいいわけがないだろう。ここにおる者どもも全てがこの決定に納得しているわけではなし、どんな間違いが起こるやもしれん。どちらも身の危険を感じれば戦わざるを得まい。それだけは避けなければならぬのじゃ。そんなこと分かってるわよ。でもエリスはラディウスが可愛くて仕方ないんだろ。何せレオの子供だからね。そんなんじゃないわよ。もう勝手にして。あまりエリスをからかうものではない。あれで責任感の強い娘なのじゃからな。ごめんなさい、私たちのせいで彼女を怒らせてしまったみたいね。気にしないでくれ、エリスなら理解してくれているさ。下山したら隊を分ける。バシタール、兵と彼らを引き連れ戻ってくれ。シェルファニール、そちらの代表を出してくれ。俺と一緒に来てもらう。そういうことだったら私が参りましょう。男性よりは女性の方が扱いはいいでしょうからね。しかしそれでは。彼らを煽ったのは私ですもの、当然でしょ。それにお城がどんなものか見物もしてみたいし。バシタール、後を頼む。わかった。それでは参りましょう。ラディウス。誰その人。彼女は私、シェルファニールと申します。反乱軍に囚われそうになったところをラディウス様に助けていただき、ご厚意に甘えこうしてお連れいただきました。そう。バレリア、すまないが
彼女を俺の別邸まで送って行ってもらえないか。なんで私が。ことと場合によっては彼女に証言をしてもらうことになる。それって罪人をかばうってことじゃない。反乱軍の人間だったら捕らえて牢に入れておくべきでしょ。反乱は未然に防げた。これ以上ことを荒立てる必要がどこにある。もしここで厳罰に処せば、それこそ各地の不満を煽るだけだろう。まずは俺だけで話をしたいんだ。それで彼女の証言が必要であれば、その時には出てきてもらうつもりだ。だから頼む。そこまで言うなら。でもどうなっても知らないわよ。よろしくお願いします。シェルファニール、後で迎えに来る。バレリア、帰ったらまた稽古に付き合ってくれ。早く帰ってきなさいよ。ラディウスの頼みだから連れて行くけど、変な気は起こさないことね。心得ておりますわ。こっちよ、ついてきて。この度の反乱軍の行動について私から申し上げたいことがあります。その前に K に伺いたいことがある。根も葉もない噂だが、反乱軍を指揮していたのは実は K ではないかというのだ。まさかそのような流言を信じているのですか。バカなことを。冗談にしても笑えません。まあそう声を荒げないでいただきたい。私自身は K の言葉を信じている。しかし K のもとに反乱軍が置かれているのもまた事実。それこそその理由はあなた方の方がよくご存知のはずだ。捜査としても納得しない者もおるのだ。手際があまりに見事すぎるのも考えものでな。ほぼ無欠でこれだけの戦果を上げたとなれば疑いを持ちたくもなる。それが人の心というものではないかな。すまぬが一時 K の身柄を拘束させていただきたい。何、形式だけのこと。口さがない噂が収まればすぐ自由の身とすることをお約束しよう。シェルファニール、どうしてここに。バレリアはどうした。君の処遇について抗議をしに行ったわ。抗議だって。なぜそんなこと。さあ行きましょう。いや、俺はここに残る。俺は逃げ出すような後ろ暗いことはしていない。そうも言ってられないの、バレリアちゃんから。ちゃん、よくそんな呼び方を許したな。最初はものすごい剣幕だったわよ。最後は諦めたみたいですけど。そうか。それよりもバレリアちゃんから聞いた話だと、君の領地に向けて軍勢を派遣することになりそうよ。なんだって。そんなことあるはずがない。そう、軍を派遣する大義名分はあるのよ。それに君、上から相当睨まれてるみたいじゃない。だとしてもだ、それこそ根も葉もない噂というものだろう。
そう思いたいけれど、確かなことみたいよ。だってその軍勢を指揮するのはバレリアちゃんみたいだし。バレリアが？厄介なものね。当人同士仲が良くても家の事情に左右されるのって。とにかくそういうことだから早くここを出ないとね。それでも俺は。君が戻らないで誰が家の人たちを守るの？君はその責任を放棄するというの？それはそれだけはできないでしょ。だったらこんなところでグズグズしてないで早く行きましょう。ついに尻尾を出しましたな。どこの馬の骨ともわからぬ輩に公爵家など告げるわけがないのだ。バレリア将軍、これでお分かりになったかな。あなたはケイと親しくされていたとか、かばいたい気持ちもわかりますが、家の名を汚すようなことはなさりませんよ。待たれよ。これは何かの間違いだ。ラニフォール殿に限って双心があるとは思えませぬ。今一度ご再考の上、徹底した調査を行っていただきたい。その段階は過ぎたのだ。こたびの行動をもって反乱軍に加担していたことをラニフォール殿自ら認めたのですぞ。ですがそれは反乱軍と手勢を連れて逃亡しているのにまだ違うとおっしゃるか。それではビュッセル家を取り潰すというのですか。幸い縁石筋にビュッセル家を継げる者もおります。家督を継いだとはいえ血縁ではなかったのも幸いでしょう。この際ラディホール殿はそもそも家督など継いではいなかったというのはいかがですか。事実をねじ曲げるなど到底できはせぬ。領民もそれでは納得しまい。民は治める者が誰であろうと頓着しません。関心事はどのように今日を暮らすか、それだけです。現にラディホール殿が家督を継いだ時も諸子の子であったのに大した混乱もなかったではありませんか。そういうことですので、バレリア将軍、ラディホール殿の討伐はお願いしましたぞ。ラディウス、ラディフォールを撃てということですか。いやいや、そうは申しておりません。素直に罪を認め刑に服すならば、一度はビュッセル家の名をいただいた身、それに先代のホーウェル公爵もそうでしたが、民に甘すぎる嫌いがおありだ。おそらく今回のこともご自分の意思ではなく、己の利を図る不届き者によって担ぎ出されたのでしょう。刑の言い分もあるでしょうし、悪いようにはいたしません。すべては将軍の采配一つということです。かしこまりました。この度の命慎んでお受けいたします。よろしく頼みましたぜ。さすがに対応が早い。だから私は反対したのに。過ぎたこと
ことを論じても始まらぬ。こうなればあの娘の勧めに従いフェンサリルへ落ち延びるよりなさそうじゃの。でもあの人好きなことだけ言ってどこかに行っちゃったじゃない。もともと部外者だったんだ。当然といえば当然だろ。相変わらず女の人には甘いんだから。本当にこれでよかったのか。他に道がなかったとは言わん。だがもう引き返せぬところまで来ている。今は先へ進むしかない。違うか。ラリウス、なぜこんなバカなことをした。前にも言ったはずだ。俺は何も後ろ暗いことはしていないと。今度のことも必要に迫られしただけだ。ラディウスの言う通りよ。理由もなく牢に入れる方がおかしいわ。その上兵を差し向けるなんて。いかなる理由があれ、領主が民を捨て兵を率いているとなればこれを見逃すことはできない。申し開きがあれば武器を捨ておとなしく従うことだ。その上で公の場で反証をしてほしい。ここまでした以上それはできない。それに戻ったところで俺の話など誰も信じないだろう。私が証人となる。そうすればもういいんだ。バレリア、遅かれ早かれこうなることは分かっていた。俺には使命がある。その使命を果たすためには全てを捨てる必要があるんだ。何を言っているんだ。分かるように説明してくれ。バレリア、行かせてくれないか。お前とは戦いたくない。理由も言えずただ見逃せというのか。それをどうやって報告する。どうしても捨て替えぬということであれば武力を持って止めることになる。それでも行くというのか。それでもだ。そうか、ならば今から貴様は私の敵だ。そんなに行きたければ私を倒してからどこへなりとも行け。全軍突撃せよ。私に力を貸して。逃がさん。大丈夫か。触るな。将軍である私に対して剣を向けるということがどういうことか分かっているな。父がそうであったように俺にも使命を全うする義務がある。ここで捕らえられるわけにはいかないんだ。分かってくれ、バレリア。そんな使命なんて知らない。私はお前を絶対に許さない。行きましょう。ああ、ラディウス。なんで。将軍、大丈夫ですか。これ式の傷なんともない。私に構わず隊を立て直し追撃しろ。奴らを絶対に逃がすな。はっ。ラディウス、なぜ分かってくれない。私はお前のことを助けたいだけなのに。
バレリアのことを考えているの？バレリアには悪いことをした。使命を果たすためとはいえ、心遣いを無にし、傷まで負わせてしまった。それは仕方ないわ。傷といってもかすり傷程度のものだし、バレリアだったら今度会った時にちゃんと説明すればきっと分かってくれるわ。その機会があればいいが。彼女とはまた出会うことになります。それってどういうこと？あなたの進む道には多様な枝道があります。その中で彼女の進む道と交わることがあるというだけのことです。レオの力。どうやらそなたにも予知能力があるみたいじゃの。私にはあなたのような予知能力はありません。なすべきこととなすべき時、私が示せるのはそれだけです。ラディウスに関しては私自身のことのようにその流れが見える、それだけのことです。ですが時の流れは人の力で変えられるものではありません。その流れが見えるということを予知というのじゃが、たとえ特定の相手に限って見えるものだとしてもの、まあお主らの間には特別なつながりがあるようじゃし、真実予知ではないのかもしれぬ。まあ予知などできぬに越したことはない。先を知れぬ方が刺激があってよい。これは運命ではなく必然なのです。そう、今ここで彼女と出会うことも。彼女？そこにいるのは誰だ？あの、すみません。声がしたものですから様子を見に。大軍とまでは行かなくても、これだけの人数で移動してるんだ。嫌でも気になるよな。地元のものということであれば、むしろありがたいことじゃがな。この辺りに野営を設けられるだけの開けた場所はないか？でしたら、この先に私の住む国がございます。そこでよろしければご案内いたしますが。この湿原は年中リゼル川の氾濫が絶えないと聞く。そんな場所にこれだけの人数を収容できる国があるというのか？それは守り神様がおりますから。守り神？はい、守り神様のお力で国は守られております。おかげで川の氾濫による被害もほとんどなく、リゼル川の恵みにより私たちは豊かに暮らせているのです。お嬢ちゃんの言うような国があるってことを知ったら、グルグンドの貴族連中は黙ってないんじゃないのか？それは大丈夫だと思います。このような場所ですから。むしり取りに来るにも一苦労だし、国への行き方は国の人間にしかわからない。はい。にしてもよく案内する気になったな。ほら、だってラディウスはいいとしても俺以外の男はみんな悪そうな顔つきだろ。ここだったら女性の足だって土地勘があるなら逃げられたんじゃないのかってさ。さあどうしてでしょう。私にはあなた方が悪い人には見えませんでしたから。じゃなければウィンフィールドを見て真っ先に逃げ出していたでしょうからね。エリスちゃん？それはないぜ。昔はもっと可愛げがなかったか。
何よそれ、どういう意味？え、いや、こっちのことさ。なあ、ラディウス。さあ、どうだったかな。口うるさいは口うるさかったけどな。だって、バカ野郎、何火に油注いでんだ。そんな本当のこと言うなって。ラディウス、ウィンフィールド、ちょっといいかしら。いや、行くぞ、ラディウス。おい、何するんだ。逃がさないわよ、待ちなさい。まったく、懲りぬやからよの。このような時に何をしておるのか。まあ、あれでもいろいろとあるにはあるんじゃが。面白い方ですね。このようなところで立ち話も何でしょう。あなたの好意に甘えさせていただきます。案内してもらえますか。あの方々はどうされるのですか。じきに戻ってくるだろう。気にするな。そうですか。ではどうぞこちらへ。私についてきてください。突然のことにもかかわらず、心よく受け入れていただきありがとうございます。普段であれば他国の軍を招き入れるなどということは決してないのですが、弥生様が連れてきたのであれば信用のおける方々なのだろうと思いましたもので。もしかして弥生さんって偉い人なんですか。そうですね、地位もさることながら弥生様は歴代の巫女中でもずば抜けた力の持ち主でして、今回のことも守り神様のお導きによるものではないかと。はい、急ぎの帰りだったのですが、胸騒ぎからいつもと違う道を回りましたところ、皆様にお会いすることができました。これも何かのご縁なのでしょう。どうぞゆっくりしてらしてください。もう一度確認しますが、この辺りからリゼル川の対岸、フェンサリル共和国側へ渡れる場所はないと。ええ、この辺りは川幅が広いだけではなく、流れも急で橋を架けるどころか船も使えない状態でして、私どもは支流を引き入れてそこで川魚を取ったり、農業用水や飲料水として使用しております。生活するには申し分ないが、人の手出しが及ぶのはそこまでということじゃな。この南に広がるリュレントの森に向こう岸へ渡れる場所があるとか。ですがリュレントの森は未開の地、ここにも案内できる者はおりません。ならばなぜ向こう岸に渡れる場所があると分かったのかい。昔は大勢のリュレントがいたようで、その時分には彼らと交流もあったようです。今ではリュレントの姿を見かけることはなく、森を抜けることは不可能と言えるでしょう。だとしても可能性があるならば、俺たちは行かなければならない。今さら身の潔白を証明したいとは思わないが、俺を頼ってくれた者たちを見殺しにはできない。彼らの安全が確認できれば、その時は俺の使命を果たす。そのためにも。貴重な情報をありがとうございました。一休みしたら行こう。
何にもお役に立てませんで申し訳ございません。では弥生でしたね。あなたも共に来てもらいましょう。私もですか？あなたの持つ光の力は闇を払うためにこそ必要とされるもの。この国の中だけに留めておいてよいものではありません。そんな突然、私。それは困ります。弥生様は我らの国の巫女、我が国は巫女なくして成り立たぬのです。その言葉嘘ではないだろうが、それだけではなかろう。悪いがいろいろと聞き込ませてもらった。どうやらその娘が次の生贄らしいな。なぜそれを？国を守るために生贄を捧げる？ちょいとばかり古すぎやしないか？その相手が守り神様だってんじゃ血生臭すぎるぜ。ですがそれで国が救えるのです。不本意なことですが、この国が起こされてから今までこうしてきました。守り神様のお力なくしてこの国の安寧と繁栄はないのです。誰も好き好んでこのようなことはいたしません。生贄を捧げているということ、守り神には実体があるということ。それは、はい。ならば直接確かめさせてもらいましょう。本当にこの国の守り神なのかどうか、会えばわかることです。そんな無茶な。あなたには証人となってもらいます。その場所へ案内してください。えらいやる気を出しているが、あんたにしては珍しいことだな。まあ、何か考えがあってのことだろうけどさ。あの、私も参ります。生贄の儀はこれまで長年にわたり行われてきたこと。異を唱えるつもりはありませんが、この身を捧げることが本当に国のためになるのかどうか、私自身確かめておきたいのです。龍太様、お願いいたします。仕方ありません。名目上観光案内とでもしておきましょう。ただしあなた方だけということでよろしいですね。もとよりそのつもりです。では国王様に報告しに参ります。皆様はその間に準備なさってください。それではまた後ほど。守り神様ってのはここに現れるのかい？そうだと聞いております。やはりここには守り神などいません。どういうことだ？防具ない感じませんか？感じるとも。闇に身を染めし腹からの醜く歪み汚れた魂を。久しいことだ。腹からとまみえるのはいつ以来か。ボーグナインと同じラルバ？けれど
このまがまがしさは何？どのように言い含めたのかは知りませんが、あなたのような低級のラルダにあの流れを防ぐことなどできはしません。ではヤマトは？守り神の力になど守られてはいません。そもそも初めから守り神など存在しなかったのです。人など信じたいものを信じさせておけばよい。我がその気になれば人ごとき滅するはたやすい。それでは餌を探す手間が増える。ヤマトは餌場ということか。力のないものをいくら食らうたところで我を満たすことはできぬ。久しぶりの地層ゆるりと堪能させてもらおう。闇に落ちし卑しき者よ、誇りを失い欲望に身を浸し自らを貶めし者よ。何時砕くはこの拳、塵一つ残さず滅する。これで神である我が人ごときに。あなた方は何ということを。案ずることはありません。あれは悪しきラルガ、かつては神とも呼ばれた者の残滓。龍太様、ディシャナ様のおっしゃったことは本当でした。守り神様など最初からおりませんでした。龍太様も先ほどの言葉をお聞きになられたでしょう。それは、ですが。どうしても信じられないというのであれば、数日、ヤマタに逗留しましょう。その間に何もなければ、信じてもらえますか。守り神様のお力を失った今、言い伝えが正しければヤマトはすぐにでも大きな災害に見舞われるはずです。もしそうなった時は俺たちを好きにしてもらって構わない。そうまでおっしゃるのでしたら分かりました。しばらく様子を見させてください。その上で判断させていただきます。弥生様もそれでよろしいですね。はい。こうなっては私も覚悟を決めました。とにもかくにも皆様お疲れでしょう。お戻りになりゆっくりなさってください。どうやらディシャナ様が正しかったようです。守り神様は、いえ、もう神とは呼べませんな。あのおぞましき怪物を退治していただきありがとうございます。皆様にはどれほど感謝をしても足りません。ですが本当に何もいらないとおっしゃるのですか。貴殿はもとよりヤマトの方々にはよくしていただいた。その上褒美をいただいたのではこちらが申し訳ない。それに国王も残念がっておりましたが、ご本人の意思を尊重なされようということですので。龍太様、わがままをお許しください。一度は失われたこの命、助けていただいたご恩に報いるため。
今一度この身を捧げることになろうとも、そのための命だと思っております。ヤマトでの務めは果たせたと思います。ですから私に与えられた新しい務めを果たそうと思います。そうですか。皆様、弥生様をよろしくお願いいたします。任せてくれってのもおかしな話か。悪いようにはしないさ。見た目に反して気のいいやつばかりだし、安心してくれ。名残は惜しいじゃろうが、そろそろ行くとするかの。そうでしたな。これ以上お引き止めするのは申し訳ない。皆様、道中お気をつけください。しっかり迷っちまったみたいだな。太陽の位置から方角を知ろうにも、こう葉が茂って空を隠しているのだよな。どうするんだ。このまま当てもなくさまよっているのでは物資が持たんぞ。最悪一度ヤマトに戻ることも考えねばならん。とりあえずもう少し進んでみよう。全国から観察しているのですが、道に迷っておいでとお見受けしたりしますが。あ、どこからか声が聞こえたような。ここです。おっと、防具ナインより大きい。よくこんな図体で隠れていられたな。隠れているつもりはなかったのですが、この森は我が輩と一心同体。したがって気配が同化するのはごく自然なことと言わねばなりません。森と一心同体って、あなたもしかしてリュレント？はて、リュレント、リュレントとは。そうでしたね。我が輩はそう呼ばれる種族だと認識しなければなりません。おいおい、また変なのが出てきたぞ。ほんと、ウィンフィールドだけでも頭が痛いのに。リュレントとはの、わしも実物を見るのは初めてじゃ。我が輩もオネルテスを拝見することになるのは初めてかもしれませんです。ですが珍しいですね。額の瞳を隠さないのは。オネルテスは乱獲されて絶滅目前と伺っていたものだったりするので、意外な驚きです。ここで無駄話をしている暇はない。リュレントであればこの森の道案内をしてもらおう。そう、リュレントではなく我が輩はアルボルですね。アルボル、聞きたいことがある。俺たちはリゼルゴアを渡りフェンサリルへ向かいたい。この森に許可可能な場所があると聞いた。リゼルガアを渡れる場所を知らないか。ええ、もちろんもちろん、よく見知っておりますです。その場所へ案内してもらえないか。いいですよ。案内するのもやぶさかではございませんでしょう。ところがその前に寄り道したいのですがと思います。疲れの様子もありありと見えたりするので、休憩も兼ねてその場所へ足を運ぶことをお勧めいたしますです。急いでいるとはこの森の中にいれば追っ手には見つかるまい。休息は必要か。アルボル、あなたに任せよう。案内してくれないか。ではでは、こっちに行くのでついてきてくださいませ。
あれだけでかい目印なら見失うこともないか。で、どうしたんだ？疲れた顔して。ミュレントってみんなあんな感じなのかしら。この森を抜けるまであの調子が続くのかと思うとね。それは言えてるが、習うより慣れろだろ。そのうち慣れるさ。だといいけど。食事をなさらないとお体に触りますよ。ラディウス様、少しお休みになられたらいかがですか？もう少しだけ進んだら休憩にするつもりだ。あの、差し出がましいかもしれませんが、朝ごはんの残りでおにぎりを作ってきたのですが、いかがですか？おにぎりだって？あの音に聞こえし名犬、おにぎり丸か。まさかおにぎり丸が食べられるとは。違いますよ、ラディウス様。おにぎりです。お米を握って中に具を入れたヤマトでは一般的な携帯食なんですよ。そうか、携帯食だったのか。こういうこともあるかと思いまして作っておいたんです。よろしければ召し上がってください。そういうことならありがたくいただこう。どうぞ、ぜひ召し上がってください。ごちそうさま。美味しかったよ。味のついた葉が巻いてあるのがいいな。中の具の味付けも良かったし。喜んでもらえたようで良かったです。必要な食材が手に入らなかったので少し心配だったんです。おにぎりに巻いた葉は本来なら海藻から作った海苔というものを使うのですが、食用の葉に味付けし乾燥させたもので代用しているんです。これは岩食と呼ばれ、全く別の食材を調理して本物の食材に似せる手法なんです。そんな調理法があるとは知らなかったな。じゃあ中の具もそうなのか。本当はエビを使いたかったのですが、ここでは手に入りませんので。中の具はエビの岩食ということか。海苔というものの代わりが食用の葉だとすれば、具は何を代わりに使っているんだ？あれはですね、何だと思います？食べた後で気にしても仕方ないだろうし、何よりうまかったからな。喜んでいただけてよかったです。よろしければまたお作りしますね。ああ、頼むよ。おにぎりは中に入れる具材によっていろいろと楽しめるんです。先ほど召し上がっていただいた具材はとても栄養価が高く、味が良いだけではなくて疲労回復にも優れているんです。携帯性に優れ、手軽に食べれる上に栄養価も高い。おにぎりは万能食品なんだな。そうおっしゃっていただけると、頑張って探した甲斐がありました。なかなか見つけられないんですよ、あの幼虫。幼虫には2種類あって、土の中と木の幹の中で成長する種類があって、幹で育つ幼虫の方が美味しいんです。先ほどのおにぎりには幹で育つ幼虫を使用しました。どちらも栄養価は同じなのですが、土の中に生息する幼虫は泥臭いので
食用には適さないんです。大きな幼虫が手に入ったので今日の晩食はとてもよくできました。まさか幼虫だとは思わなかったが、なるほど、何事も経験ということか。おお、ヤマトで聞いたところではリュレントは滅んだやもしれぬということであったが、我らリュレント以外の者がこの森を訪れなくなり久しい。森を訪れぬ者がなければ我らの姿を見られぬようになるのも道理。しかしながらこの森も広くなりすぎたのは事実。ここによる数えられるだけが全てじゃ。滅びゆく種か、なんとも物悲しいことだな。我らが滅ぶことはない。世界から緑が失われない限りな。この星の緑は我らから生まれたもの、そしてその緑から生まれたのが我ら。形を成し、言葉を介し、意志を通い合わせる。それらを前提とするならば確かに滅びようとはしておる。この数百年の間に誕生したリュレントはアルボルだけなのだからな。しかしながら滅びゆこうとしているのは何も我らだけではない。オネルテスやシリアム、そしてハイエルフも同様のことだからの。森がざわめいていますね。どうしたのでしょう。これほど慌ただしい感じは初めてです。何が慌ただしいんだ。森がざわめいてるって俺には何も聞こえないけどな。人の群れがこの森に迫ってきておる。人の群れ、それってもしかしてグルグンド軍か。どうしてここにいることが分かったんだ。俺たちは一人二人で移動しているわけではない。いくらでも移動した痕跡は残る。この森に入ったとこまではお見通しってわけか。しかし何もそこまでムキになって追ってこなくてもいいだろうに。何もかも残してきてやったんだし、この手勢で正面切って戦えるわけでもないのにさ。軍には対面というものがある。それ以上支配する者は他の目を気にするものだ。まったく、何だってお偉いさん方は見てくればかり気にするんだ。アルボル、グルグンド軍のところまで案内してくれないか。ええ、それは構いませんよ。どうなさるおつもりですかな。このままここにいたのではあなた方やヤマトの人たちに迷惑がかかる。とにかく彼らと話をしてみて、あとはその時に決めます。ならばアルボル、こなたらを案内して差し上げよ。承知しましたです。ささラディウス殿、こちらです。厄介なことにならねばよいがね。あの森に逃げ込んだという情報は本当だろうな。アルザイ湿原を抜けてかの森に一軍が移動していたのを目撃した者がおりました。ですが迷いの森と呼ばれているだけに捜索は困難を極めると思われます。
ならば火を放てばよい。しかし森の民と呼ばれるリュレントがいるということですし、その怒りに触れた者は迷信など信じておるのか。くだらん弱いことなど捨ておけ。奴をあぶり出せ。出てこなければそれでも構わん。森ごと焼き払え。何をしている？何をしているかだと？知れたこと。この森を焼き払うのだ。ひどい！この森にはリュレントもいるのよ。リュレントだと？知らんな。ここは我らグルグンドの領土。そこに得体の知れぬ森などいらん。さら地にしてしまった方がよほど役に立つというものだ。ゲスがそこまで腐りきったか。熱くなると暴走するのは親父譲りか。こうなったら止められないしな。腹をくくるか。では我が輩もお手伝いしましょう。リュレント、なんて大きさなんだ。化け物か。えい、ひれむな。数で押し詰め。来るぞ。取り囲まれぬよう散開して森の中に誘い込んで戦え。血のりはこちらにある。数を頼みにさせなければ十分に勝機はある。俺に続け。そこ、これほどとは。撤退だ。引け。逃げろ。ありがとうございます。助かりました。礼には及ばぬ。ここは我らの森だからの。我らの手で守るのは当然じゃ。あの人たち、また来ないかしら。これだけやられた後だ。今すぐってのはないだろう。戦いの間、俺たちがフェンサリルへ行くことを兵に風潮させておいた。人は見たくはない現実からは目をそらすもの。これほどの痛手を負った今、無駄な戦いを仕掛けてはきまい。そうできない理由もあるしな。そろそろお偉いさん方が動き出すんじゃないか。それはフェンサリルへ行けばわかるだろう。この森のことを案ずることはない。また来ればその時は我らが追い返す。年寄りにも弾の運動は必要なようである。あれを運動って言われちゃな。リュレントを怒らせるなってのは肝に銘じておかないとな。時に来なと。その腕輪をどこで手に入れた。こいつはその森の中で、そう、落ちてたのを拾ってさ。落とし主が見つかるまでの間預かっていようってな。ほら、こうしてるとよく見えるだろう。腕輪を外せぬのか。隠さぬでもよい。契約の腕輪であろう。さすがはリュレントと言うべきですね。いつから気づいていました。こなたを見た時からの。道理で闇の気配が濃くなるわけじゃ。この腕輪を外す方法をご存知ではありませんか。すまぬな。魔王の腕輪ということしか知らぬ。我らは世情に疎いものでな。
そうですか。大地はつながっておるの。たとえどれだけ離れていようとも、何に隔てられようとも、氷に閉ざされた大地へ足を踏み入れることがあれば、そこによるハイエルフに話を聞くがよい。魔王の腕輪はハイエルフが作ったもの。失われた過去の記憶をとどめるものがそこにおる。氷に閉ざされた大地、そんな場所この大陸にあったかしら。弥生は知ってる？いえ、お恥ずかしいのですが、ヤマト以外のことは。エリス、あなたが心配する必要はありません。その場所であれば心当たりがあります。それよりもまずはこの大陸での問題を解決しましょう。長老、我が輩コナタラに同行したいのですが、よろしいでしょうか。好きにするがよい、コナタの人生じゃ。ありがとうございます。ということで今後ともよろしくなのでした。そりゃ俺たちとしては願ったり叶ったり頼もしい限りの助っ人だが。年老いたリュレントは死期が近づくと世界を旅してここだと思う場所を選ぶ。そこで生を終え新たなる生を得る。この世界にある森のほとんどはそうして生まれたのじゃ。確かにアルボルはまだ若く、死すべき場所を探す旅に出るには早い。しかし早すぎるということもない。己の目で見て触れて世界を感じ、そしてその時を迎える場所を見つければよい。我らの営みなど時の流れの中ではほんの一時しか過ぎぬのだからな。そういうことだったりするので、フェンサリルへご案内いたしますです。ささ参りましょう。フェンサリルはここから西寄りに北上すればたどり着く。ここまでにこれだけ残ればよしとせねばならぬだろう。どうするのだ。中にはついてくると言い出す者もいるだろう。俺の目的は闇の軍勢と戦い柱の封印をすることだ。必要であれば彼らの力を借りたいとは思う。だが強制はしたくない。ナディス、ちょっといい？南の海岸にゴブリンやオークが住み着いたらしいの。それで被害が広がっているらしくて、勇士を募っているみたい。勇士など募らず、フェンサリルの軍に任せておけばいいもの。それが軍の方々が到着するにはまだ時間がかかるそうなんです。被害はひどいのか。近隣の町や村は壊滅状態みたい。この町にも逃げてきた人が大勢いるわ。軍の準備が手間取っているというのはそれなりの規模ということなのかもしれない。大将、聞いたか奴らのこと。今エリスと弥生から聞いたところだ。どうするなんて聞くのは野暮か。こちらの手勢も多いわけではない。手は貸したいが、軍が動くというのであれば俺たちの出る幕ではない。詳しい情報がない以上
下手な手出しはかえって事態を混乱させるだけだ。それが賢明だろう。奴らが集団となって動いているのであれば油断はできない。フレウロンで戦った時のことを考えれば軽率な行動は慎むべきだろう。ああ、あの時はヤバかったからな。あの規模じゃないにせよ、これだけの戦力で戦えるかどうかは疑問だな。ラディウス、見捨てるというわけじゃない。戦って彼らを救えるのであれば俺もそうしたい。だが俺が預かっているのは人の命なんだ。それを軽々しく捨てさせることはできない。皆さんお揃いですね。そろそろ出発する算段ですか。グズグズもしていられないからな。でしょうね。ならば海岸の魔物は放っておくしかないですね。いやいや、先日女性が一人で向かったらしいですよ。町の人にさんざ止められたみたいですけど、好奇心旺盛な方でしたね。アルボル、その話を詳しく聞かせてくれ。町の人はゴブリンやオークにくれてやるのはもったいないと話していた記憶がありますね。うまく取り入れば玉の腰も夢ではないのに、ああもったいないもったいないとのことでした。もしかして。よし、助けに行こう。さあ行こう、グズグズするな。準備を急げ。はあ、やっぱりほんと節操がないわね。少しは落ち着きなさいよ。バカ野郎、裏若き乙女の危機、これを見捨てて男が語れるか。下心がなくてそのセリフならあなたを見直したんだけど。わかってないな、ユリスちゃん。魅力的な女性に対して下心なく誘う方が失礼だろう。これだもんね。少しはおかしいと思いなさいよ。なんでわざわざそんな危険な場所に魅力的な女性が行くわけ。ゴブリンやオークにも知能があるのよ。もしかしたら罠かなくらいは考えないの。罠だとまでは言わぬが、様子をうかがうだけであればそう危険なことでもあるが、どれほど腕が立つのかわからぬが、その女も一人で奴らを相手にできるなどと考えてはいまい。様子見であればもう戻る頃だ。入れ違いになる可能性も高い。ここは当初の予定通りフェンサリルに向かうべきだろう。だったらここは一つ大将に決めてもらおうじゃないか。さあどうするか答えを聞かせてくれ。海岸へ向かおう。お、さすが違いのわかる男だね、大将は。そういうことじゃない。気にならないか。このタイミングでゴブリンやオークが現れたことが。南の海岸に現れたというが、先ぶれもなく突然湧き出るようにというのが引っかかる。ルクレリアの時の状況と似ているといえば似ているが、無用な戦いは避けたい。だが相手の勢力が弱いうちなら叩ける。むしろ今叩いておくべきだというのだな。無理な戦いはしない。確かめるだけだ。よし、そう来なくちゃな。だったら早いとこ準備していこうぜ。あなたこんなところにいたの。あなたはシェルファニール。
こんなところで何をしている？それは私のセリフよ。フェンサリルで待っていたのに、あなたたちいつまで経っても来ないんですもの。まさか海岸に向かった女性って。あら、よくご存知ね。町に行ってもあなたたちはいないし、退屈だったから様子を見にね。町の奴らの言うことは正しかった。そして俺の勘はもっと正しかったってわけだ。その勘の良さをもう少し違う方向に発揮してもらえるとありがたいんですけど。でも無事でよかったわ。大丈夫だとは思ったけど、少しだけ心配だったの。追われることになったのって私のせいもあるでしょ。だからね。気にしないでくれ。彼らの言い分が正しいと思ったから、俺は自分の信じたことをしたまでだ。あなたみたいな人に出会ったのは初めて。もしかしてあなたと私、運命の赤い糸で結ばれているのかもしれないわね。いや、その…そういうのではない気がするんだが。そうそう、あなたの赤い糸は大将じゃなくて、この俺に繋がっているかもしれないぜ。それだけは絶対にないから、安心して振られることね。エリスちゃん、最近ほんとツッコミきつくない？こうして偶然再会できたのも何かの縁よね。せっかくだからご一緒してもいいかしら。足手まといにはならないとは思うけど、どう？危険だからといっても無駄なんだろうな。交渉成立でいいかしら。そりゃもう、もろ手を挙げて大歓迎。準備万端、いつでもこの腕の中へ。あら、あなたは？アルザイ湿原にあるヤマトという国は知ってる？彼女はそこで巫女をしていたの。とても強い力を持っているみたいで、リシャナが頼み込んでついてきてもらったの。強い力だなんて、そんな。ラディウス様に助けていただいて、それで何か力になりたいと思いましたもので、その。ということは、あなたと私は恋敵になるのかしら。そんな、私は。冗談よ、冗談。私はシェルファニール。あなたは？私は弥生と申します。弥生ちゃんね。よろしくね。はい。ふつつかものですが、よろしくお願いいたします。ところで、あなた方、海岸の様子を見に行くつもりだったのでしょ？これだけいれば、なんとかなるかもしれないわよ。見てきたの？小さな砦があったけれど、それほど堅固なものではなかったし、数もそれほどではなかったわ。どうするんだ？ここまで来ておとなしく引き下がるってのは味気ないよな。シェルファニールの報告を信じよう。目は早いうちに摘み取るか。それじゃ、私が案内するわ。行きましょう。
確かにやってやれない数じゃないな。だが真正面から戦えば少なくない犠牲が出ると言って、場所が場所だ。成功法で行くしか手はないぜ。このまま放置しておけば後の脅威となり。そうね、私が見た時よりも若干ですけど、ゴブリンとオークの数が増えている気がするし。見逃す手はないか。やはりいるな。砦内には秩序らしきものもある。ガーブルを狙え。それで奴らは秩序だった動きができなくなる。中央を突破して敵の指揮系統を叩く。狙うはガーブルだけだ。ゴブリンやオークは相手にするな。行くぞ。ああ、しびれだ。うわこれで最後か。奴らの慌てぶりからすると残っていないとは思う。この辺りには残っていない。ラディウス、伝令からじゃ。デンダにフェンサリル軍が駐留しておるということじゃ。しばらくすればここへ進軍してくるじゃろ。そろそろ引き上げ時ではないかい。わかった。他にガーブルがいないかどうか注視しつつ、オークを優先して倒せ。ただし深追いはするな。適当なところで引き上げる。あとはフェンサリル軍に任せよう。月に一度のあの日、どうにかしないと。近くに良い場所があればいいけれど。ん？シェルファニール、こんな時間にどこへ行くつもり？夜更けに一人で出歩くなんて何考えてるんだ。まったく世話の焼けるやつだ。確かこっちの方に来たと思ったんだが。失礼ね、私を敵と見間違えるなんて。誤解を招くようなことをするからだろう。こんなところで何をしているんだ。悪ふざけにも程があるぞ。仕方ないでしょ。こればかりは私にもどうしようもないんですから。ああ、なんだ。あまり気にしないでね。ところで、あなたこそこのような場所で何をしているの？あなたを追いかけてきたんだ。昼間から様子がおかしかっただろう。それで気になってな。嬉しいですわね。私の身を案じてここまで来てくれるなんて。それも俺の杞憂だったようだな。見たところ
普段と変わりないようだし、あまり遅くならないうちに戻ってこいよ。これだから本当に女性を見る目がないんだから。今晩は満月でしょ。言われてみればそうだったな。だからどうしたんだ。もうダメ、これ以上抑えられない。おい、突然どうしたんだ。満月になると人としての理性が弱くなり、代わりに獣人の血が騒ぎ出し、行動に抑制が効かなくなるの。それで昼間あんなに落ち着きがなかったのか。あなたやみんなに迷惑をかけたくなかったから、こうして人目のつかない場所を選んで収まるのを待つつもりでいたのに。そこへ俺が来たというわけか。それはすまなかった、邪魔をしたな。謝ることはないわよ。その代わり私の相手をしてもらいましょうかしら。相手をすると言ってもな、何をどうすると言うんだ。どうしてそう堅苦しくばかり考えるのかしら。何も考えず私と一緒に楽しんでくれればいいのよ。いやしかしだな。ラディウス、あなた成人した男性でしょ。女性にここまで誘われながらそれを無限に断るつもり。悪ふざけも大概にするんだな。悪いが先に戻らせてもらう。そうはいかないわ。こうなれば実力行使、この体のうずきあなたに止めてもらうから。もう逃がさないわよ。観念なさい。致し方ない。すまない。まさかここまで満月がネオコロムに影響を与えるとは。あの動き、それにあの力。あのままやり合っていて、果たして俺の身が持ったかどうか。今度から満月の日は用心しておかなければ。もう、馬鹿正直というか、真面目すぎなのよね。大丈夫？もしどうしてもというなら私から話しておくわよ。どうしたんだ。厄介事はあまり起こさないでくれよ、シェルファニール。普段その中心にいるということは認めますけど、今度ばかりは違うの。少しだけ寂しくなっちゃったのよね、弥生ちゃん。申し訳ございません。皆さんと旅をするのはとても楽しいのですけれど、どうしてもヤマトのことを思い出してしまうんです。ここ数日特にひどくて、考えまいとするほど余計に寂しい気持ちが募るんです。旅慣れないとよくあることよ。特にヤマトは閉鎖的な空間にあったわけだし、ストレスが溜まっていたのでしょうね。なるほどな。
シェルファニールも最初はそうだったのか？私はあなたと同じですわ。旅慣れているし、当然のことでもあったから。今は私のことよりも弥生ちゃんでしょ。落ち込んでいる人を優しく励ましてあげるのも仕事のうちよ。そうだな。そうだな。こうは考えられないか。今は俺たちが弥生の家族であり故郷なんだって。思い出や故郷に思いを馳せる気持ちはわかる。その気持ちを忘れたり捨て去ることはない。だが過去に戻ることはできないんだ。俺たちは先に進むことしかできないし、先に進むことで未来を切り開いていくのが俺たちの役目なんだ。はい。楽な旅ではないだろうけど、俺たちは一人じゃない。皆がいる。支え合って暮らす場所が故郷なら、助け合って生きていくのが家族なら、俺たちはどこでも楽しい思い出を作れるはずだ。皆さんこそが私の故郷であり家族。そうですよね。私には皆さんがおりますもの。悲しむ必要なんて少しもなかったのですよね。だからといって無理をする必要はない。ヤマトに寄れる時があれば、その時はゆっくりしていこう。ありがとうございます。その時はお願いします。家族なら遠慮する必要はありませんものね。あ、食事の用意をしないと。それではまた後ほど。失礼いたします。私たちこそ故郷であり家族。これほど気の利いたことをあなたが言えるなんてね。気を利かせたつもりはないんだが、普段思っていることを言っただけだ。じゃあ私のこともそう思ってくれているのかしら。当然だろ。本当かしら。反乱軍に身を置いていたこともあるし、内心ではあまり信用してなかったりしない？信用していない相手に自分の背中を預けられるのか？気が利かなくても人を見る目はあるつもりだが、それにここにいるのは家族なんだ。家族を信用できないで誰を信用できる？それは私を含めてそう考えてもいいの？当然だ。シェルファニールは俺の大切な家族だ。シェルファニールはそうじゃないのか？ありがとう。私もみんなのことを、あなたのことを家族だと思っているわ。そろそろ食事の時間だ。戻って手伝わないとまたエリスにどやされる。そうね。今日の弥生ちゃんは何を作ってくれるのかしら。そういえばシェルファニールは料理をしないな。食べるばかりじゃなくて、たまにはシェルファニールも作ってみたらどうだ。私食べるのが専門なの。以前ドルボトイで食べたコーモという料理。入れ違いになったか。
あんたらよく戻ってきなさった。話は聞いておるぞ。いや、あんたらのおかげで本に助かった。俺たちは時間稼ぎをしただけです。礼ならばフェンサリル軍にしてください。そう言わずに。何もないところだが、せめて今日はゆっくりしていってくだされ。そういうことであれば、お言葉に甘えてお世話になります。俺たちは構いませんので、他の者をよろしくお願いします。外の兵隊さんたちだな。もちろん任せてくだされ。疲れましたか。ご心配をおかけして申し訳ございません。疲れたのではないのですけれど、国を出てから目まぐるしくて。それはそうでしょう。私だって慣れないわよ、こんなこと。というか、できれば慣れたくはないわね。こんな毎日を日常にはしたくないでしょ。お気遣いありがとうございます。でも本当に疲れてはいないんです。初めての経験ばかりで何もかもが新鮮なんです。それで少しドキドキしているのだと思います。人は見かけによらないと言うけれど、あなたを見ていると本当にそう思うわ。こんなこと普通の人なら音を上げてもおかしくないもの。私なんてそんな、エリス様やシェルファニール様に比べれば全然、本当にお恥ずかしいです。私は少し旅慣れているだけ。あなたはよくやっているわよ。それにね、私もあなたと同じ、いつでもドキドキしてるのよ。そうなんですか。ええ、新しい場所ではもちろん、同じ場所でもその都度違った顔を見せてくれるわ。だからいつも新鮮な気持ちでいられるし、何よりその方が楽しめるじゃない。そうですね。かー、いいね。女性同士の語らいってのは何かこう秘密めいていてさ。いやー、できれば俺もお呼ばれしたいもんだぜ。お主の場合、呼ばれぬでも勝手に混ざろうとするであろうね。いやいやいや、ここの方々には常日頃お世話になっておりますので、そのような下世話なことはいたしません。ということなんで、ラディウス、俺たちも男の語らいってやつをするぞ。なんだよそれ。語るんだったら俺の代わりにあの二人と打ち合わせをしてくれ。悪いが、誰か他を当たってくれ。他ったって誰もいないじゃないか。なんだよ、釣れないね。ではでは、我が輩がご同行願います。それはちょっと、てか、お前さんが一緒だとお子ちゃまが集まってくるんだよ。それもよかれということです。さあさあ行きましょ。いや、ちょっと待って。行ってらっしゃい。ちゃんとみんなの面倒見るのよ。さすがにアルボルの前では肩なしじゃの。たまにはいい薬でしょね。そうね、こういう息抜きもいいかもしれないわね。はい。一体どういうことなのだ。国内の情勢も落ち着かぬこの時期にフェンサリルへ侵攻せよなどとは、その道筋としてアンドラ・ラ・ベラを越えよというのはわかる。
両末の用意が足りず、これだけの手勢というのもあの山脈を越えることを考えれば理解もできる。だが、だからこそこれはあまりに無謀ではないか。今しばらく時期を置き、準備を整えるなり、フェンサリンの一部を取り込むなり、それらの条件が揃ってからでなければこのようなことが成功するはずもない。第一、仕掛ける理由が国境線を侵犯したからというのでは説得力に欠ける。国境侵犯もこちらの言い分であって、フェンサリルは否定しているのにもかかわらず、実際フェンサリルが国境を越えて攻め入ったという話は聞いていない。輪を結んでいるわけではないとはいえ、これではただの侵略に過ぎない。この戦、負けるようなことがあれば何も言い訳はできない。それなのになぜヘイルゼン公爵は何をお考えなのだ。将軍、いかがなされましたか。いや、何でもない。少し早いが、今日はこの辺りに野営しよう。明日からは山越えだ。今日のうちにゆっくり休むように伝えておけ。かしこまりました。